どうも皆さんこんにちは。今日は天体写真のフラット画像の作り方、ソフトビニングを使ったソフトビニングフラット補正のやり方をやってみてようと思います。こちらがですね、メッシュ27、コンポジットした後の画像です。10何枚か、はい。でですね、それをレベル補正で強調しただけの画像なんですけども、周辺原稿しています。こんな感じですね。原稿しています。こうなってますね。はい。でこっちがですね、ソフトビニングで、フラット補正をしたやり方です。でもこれを強調しても、補正されてますよということで、それのやり方をちょっとやってみようと思います。簡易補正ですけども、すごく簡単なんで、やってみてください。なんていうんですかね、過去の画像とか、フラット補正、フラット画像を撮ってられないとか、フラットフレームを撮影しても何かうまくフラットが合わないとか、そういう時にいいかなと思います。僕はもうほとんど毎回これで補正今はしてます。はい。でですね、やっていこうと思います。はい。以上ですね、これが元画像がこれになります。これをレベル補正しても同じように原稿しています。こんな感じですね。はい。で、ちょっと閉じときますけども、とりあえず1回ですね、やっていこうと思いますが、ちょっと前にですね、このフラット画像の、作り方、ソフトビニングフラット補正はですね、前に何回か上げてるんですけど、もう一つちょっと一手間加えてですね、精度よくできるように、またいろんな天体に対応できるように、できたので、それのやり方をやっていこうと思います。とりあえずあまり説明なくトントンとやっていきますので、まずはオートスレッジか何かでホワイトバランスを合わせていただいて複製します。フラットとかつけて複製します。でこの状態で画像をソフトビニング半 XY10 でやります。でこの状態でですね、まず階調トーンカーブで、こっちの背景側にですね、トントンと、なるべくこの上が動かないようにトン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 とつけていきます。このキワキワぐらいか、もうちょっと手前ぐらいにもう一つで、これを平行にしていきます。そうすると星雲と明るい星の部分が、消えていきます。まだ残ってますけど、このぐらいでいいかな。でですね、この状態で、フィルター、ミニマムフィルター、ミニマムフィルター半径10で OK します。そうすると星像も消えますし、星雲もほぼほぼ消えます。で若干これ残ってますんで、もう一回ぐらいやっててもいいんですけども、もう一回半径10でミニマムフィルターをかけます。これでほぼほぼ星雲も星も完全に消えたような形になります。はい。でこのままではムラがあるので、ぼかし、ガウスぼかし25で、この元画像のサイズをですね確認して3977、同じサイズに戻します。でこれでもうフラット画像ができました。もうフラット撮影するよりもものすごく簡単ですけども、これをとりあえず名前をつけてフラットとして保存しておきます。はい。であとはフラット補正ですね。はい。これで、今作った、フラットこれで、プレビューですけども、これで OK と。
するとですね、これでも完成です。お疲れ様でした。一応こういう感じでレベル補正で強調してもフラット補正がされていると思います。はい、こんな感じですね。はい、まあ、ここまで強調することないですけど、もうこの辺ですか。はい、という感じになります。まああと一応終わったらこうオートストレッチでもう一回ぐらいホワイトバランス一応整えててもいいかなとは思いますけども、はい、こんな感じでムラがなくなってるというか、フラットになってます。はい、ではですね、一応こう簡単にご説明しながらやっていこうかなと思います。で、まずさっきの現行下ですね、ローフラットこれですね、これを立ち上げます。あ、これじゃない、これはレベル補正してるこのままですね。はい、これです。ちょっとオートストレッチしておいて、これがレベル補正、フラット補正してないやつですね、現行してます。はい、ではちょっと解説していこうと思います。はい、まずは、複製です。画像を複製ですね。で、まあ、適当に名前つけていただいて、まあ、ここはフラットにしておきますけども、はい、でこの状態で画像でソフトピニングってあるんですけども、これはなんていうんですかね、冷却 CCD とかで撮ってらっしゃる方がよく使ってるような感じなんですけど、僕ちょっと今まで知らなかったんですけど、このステライメージ8を初めて使ったんですけど、まあ、天体写真初めてまだ1年ちょっとですけど、1年半ぐらいかなです。このソフトいろいろ試してたんですけど、このソフトビニングってするとこんなん出てくるんですよ。 XYで数字を入力してくださいと、まあ、1から10までだったかな、うん、あるんですけども、で、これをですね、これ要は縦横 XY なんで縦横10分の1になります。要は画像サイズがちっちゃくなりますっていうことなんです。これちっちゃくなりました。この元画像がですね、幅が5955、こっちを見ると、画像サイズ595ですね。まあ10分の1になってますよと。で、通常でこの状態でですね、何をするかというと、まあいろいろはご説明したいとこなんですけど、まずですねトーンカーブをやってます。トーンカーブ、まず階調トーンカーブで、まあ一応ですね、このトーンカーブしなくてもミニマムフィルターだけでも自由にするとこう星も一気に消えるんですよ。でも若干真ん中静音残ってますけど、でこれをもう一回やればいいんですけど、はい、ただこのソフトビニングする理由っていうのは、このままの大きさ、画像サイズこのままの大きさで、ミニマムフィルターをするとものすごく時間がかかるんですよ。終わらない。 PC のスペックの問題とかいうよりも、まあ、ミニマムフィルター自体が結構重たい作業みたいなんですけども、それがあるので10分の1に画像サイズを縮小します。それが 何分もかかる、何十分もかかるフィルター作業が、何秒かで終わっちゃうっていう感じですね。はい、ですんでソフトビニングをしてますよというとこです。で、この状態でですね、まあ、ビニングソフトビニングすれば、ミニマムフィルターかければ消えるんですけども、今回この27は、まあ、ちょっとだけ明るさも少ないんで影響ないんですけど、例えばアンドロメダとかスバルとか天の川とか、いっぱいこう明るい天体が綺麗にいっぱい映ってる場合にミニマムフィルターしてもなかなか静音が消えないんですよ。
星はすぐに消えるんですけど、ですんで、そこをちょっと改善するという意味で、まずトーンカーブでですね、この明るい星雲の部分を消しちゃおうということなんですよ。暗いところはそんな気にならないんですけども、でこうとりあえず、ポイントを打っていただいてですね、まあ、たくさん打っていただいてもいいんですけど、で問題はこの星雲が反映されているところが出てこの辺なんですよね。まあ、とりあえずあんまり影響を受けない形でここに一発ポイントを打って、あとはこの明るいトーンを下げていくと、するとこう星雲が暗くなったと思うんですよ。まあ、星も暗くなりますけども、はい、この方が綺麗にフラットしやすいので、はい、中心だけ明るいと中心だけぼかしたりいろいろしても、ちょっと中心だけ逆に補正した時に暗くなっちゃう可能性があるんで、ここをこう削っておくとちょっと暗くしておきたい感じですね。はい、まあ、もうちょっと手前でもいいんですけども、もうちょっと下げれば、もうちょっと下げればもうちょっと暗くなりますよと、ポイントが打ちすぎて、こんな感じで、まあ、ポイントを打つときにあまり動かないようにした方がいいんですけど、で、ちょっと手前にしましょうかね。でこうしてこうしてすると、まあ、こう薄くなりますよね。ただ背景にまで影響さすとフラットの意味がないので、あまりそこまでしちゃうと意味がないんで、ちょっとこう変わりすぎ、でいいんじゃないでしょうか。で OK をしてですね、でこの後にミニマムフィルターをかけていただくと、で、まあ、これ半径1から10とかいろいろあるんですけど、まあ、まあ最高の10でいいと思います。で、まあ、これでまあほとんど消えました。まあ、これでもいいんですけど、ただこれをですね、終わりました。これをちょっととりあえずこの段階でレベル補正をしてみると、こんなになってるんですね。まだ中心この残ってますよと、まあ、もう一回ぐらいやっておきます。もうちょっと先のレベル補正で消しておいても、明るさを、低くしておいてもいいかもしれないですけどね。まあこの天体の場合は全然これで問題ないです。でこの状態でレベル補正をすると、このゴルフボール状態になってるんです。線は消えましたけど、このゴルフボール状態にデコボコになってますんで、ミニマムフィルターかけたので、これをぼかし、でこれ、平均値いろいろありますけど、ガウス、これを25でぼかします。ぼかしは25でいいと思います。50とかうんぬんすると、大きさが変わりすぎちゃうので、フラットの形がで、これで OK です。これで補正で強くするとこんな感じで滑らかになってますので、はい、これで OK と。であとはこのサイズ今ちっちゃいので、元画像のサイズを確認してですね、同じ大きさにします。はい、で、画像解像度ちょっとコピペして、で、こう下3977なんですけど、ソフト、ここ縦横比が固定ってなるので、これを自由に変えていただいて、固定のままですねこれを変えちゃうと上も変わっちゃうので、はい、
ですので、ここ自由に変えていただいて977にしていただくと、で OK を押して元画像と同じ大きさに戻しますよ。でこれでもうフラット画像ができました。フラットフレームを撮影しなくてもこれだけでできちゃいます。で、まあ、これを名前をつけて保存、フラットで保存していただいて、あとはもう閉じちゃってもいいんですけど、で画像ダークフラット補正の、フラット、まあ、今回フラットだけなので、フラットにチェック入れていただいて参照で、先ほど作ったフラットこうですね、こう適用さすと、でこれで、プレビューで見ると、でこのガンマオフセットなんですけども、ガンマは1がデフォルトで、オフセット0がデフォルトで、で、フラット補正とかいろいろあのフラットフレーム撮影してやるときにガンマ調整したりすると思うんですけども、これ元画像使ってますのでこのデフォルトのままで大丈夫です。1と0のままで、逆にこれをやりすぎるとおかしくなっちゃうので、はい、もうあの元画像を使ってるのでこれで OK です。でこれでもうフラット補正ができましたよという形になります。いかがでしょうか。結構簡単だと思うんですけども、はい、こんな感じになります。ではですね、そうですね、まあこれで、まあ、トーンカーブでも、あ、これちょっとこの最後にですね、もう一回オートスレッチしておいてもいいかもしれないです。ちょっと赤が出すぎちゃってるんです。オートストレッチの場所が悪いかな、うん、こんな感じですね。ですね、すごくこれ簡単なので本当にあの今ずっと僕これでやってます。で、まあ、これでこうレベル補正して、まあ、ノイズ処理とかしてでトーンカーブで調整して、で簡単にできてきますので、はい、まあ、結構この静音も問題なく、まあ、この画像ちょっとノイズが多いですが、はい、まあ、とりあえずできますよということで、やっております。ではですね、一応スバルなんかもちょっとやってみようかなと思います。45、そうですね、スバルフラットしていないやつがこれですかね、うん、ISO 25620秒の画像を今開きます。ちょっとあの録画してるんで、ステライメージ重くなっちゃってますけど、いろんなものを回しないと、すごく普通にサクサク動いているんですけど、これですね、 ISO 25620秒の画像です。これ何枚かコンポジットしてます。まあそれでもまだノイズは多いんですけど、ノイズ処理も何もしてません。こんな感じでフラット、周辺原稿しています。でもこれを同じようにですね、複製フラットでソフトビニング10の10でちっちゃくしてトーンカーブで、ちょっと変なことしちゃった、トーンカーブで明るいところだけをちょっと落としていきます。まあ、スバルの場合はちょっともうちょっと静音の範囲広いので、もう
しいですね。ちょっとこうしておいて、ポイントをちょっと手前にします。このキワキワから少し手前にして、ここももう少し落とします。もう少し落としてもいいかなという気がするのですが、まあこんな感じでいいかなと思います。で OK を押してミニマムフィルターと、まあこれも2回ぐらいやらないといけないかなと思いますけどね。声音が綺麗に映ってる広範囲に映ってるほどミニマムフィルターした方がいいかなっていうところです。でこれカラーのままでやっていただいたらいいです。この頃にすると RGB 別々のあれですんで、一緒でやった方がバランスよくフラット補正ができます。これでガウス25でぼかします。まあこれちょっと念のためスバルは大きな感じなんで、まあ、これでこんな感じですね。もう一発同じようにぼかしてもいいんですけども、25ぼかすとき25でいいと思います。まあまあこれでいいじゃないかなと。まあ、こんな雰囲気です。でこれを元画像を確認して3919、あ間違えた、で固定を自由にしてこんな感じですね。これでもフラット画像ができましたので、ちょっといびつな形のフラットもになりますけども、フラット補正テスト45のとこでフラットしておきます。で、画像ダークフラットで、45のフラットですね。これで OK っていう感じになります。でもこれ今日、一応オートストレッチで、まあ、大丈夫だと思うんですけど、一応やっておいて、で強調します。はい、こんな感じで補正できています。でまあここにちょっと見えるかわかんないんですけど、青い変な色がついてますけど、これはフラット補正と関係ありませんので、僕 の反射望遠鏡がですね、これを撮影した反射望遠鏡が補正ガラスっていうのがついてて、こういう明るいスバルなんかを撮るとこういう反射してこういう色がつく時があるんですよ。まあ、シャープになる分こういう副作用があったりするんですけど、まあこれは関係ないんで、はい、でまあこれでまあ感じでできます。この後、まあよくやるパターンでは星マスクしてノイズ処理してとか、そんな形やってると思うんですけども、まあ人それぞれですけど、まあこうなんで、レベル調整でこう明るくして暗くしての、まあ適当にやってますけど、こんなんでノイズが減らせますよね。まあ、こんなんでやってってます。一応もう一個ぐらいやりましょうか。あとですね、星景写真の場合、地上景色が写ってるやつですね。ああいう場合も一応これでもできるので。それの動画をまた上げてるんですけども、それもちょっと今回のようにちょっとトーンカーブをプラスさせた、
ソフトビニングフラット補正の動画をちょっと後で上げようかなという感じです。はい。でまあこんなんで、ノイズ処理して強調すれば、まあ、これは星マスクで強調してますけど、あと静音マスク、ソフトビニングを使った静音マスクとかもありますんで、まあ、こんな感じで強調できますよと、強調してもフラット効いてますよと、だいぶかなり強い強調できるようになりますよっていうことですね。はい、こんな感じでできますということです。はい、以上でソフトビニングを使ったフラット補正のやり方でした。一応もう一個ぐらいやりましょうか。何個、まあいいですかね。はい、まあまあこんな感じでやってますので、よかったら皆さんも、やってみてください。ありがとうございました。